全然あれですけど、おっぱいとお尻とどっちが好きですか？そうですね、お尻かもしれないですね。お尻派ですか？おっぱい、あんま大きいと怖いんです、うん、うわ来たみたいなあ、そうですか、はい、長い子は僕おっぱいのが好きですね。そうですか。でも大きいのちっちゃい小ぶりののでも十分。でも十分、でも小ぶりの方が好きかもしれない。あ、そっか。須田君は？僕お尻です。おら、お尻の方が好きです。合わせただろ今。いい、合わせないです。ずるいよ。合わせない。おっぱい好きだろ。おっぱいも好きですけど、どっちかって言われたらお尻の方が好き。お尻なのか。お尻の、お尻は物言わんですからね。おっぱいって物言わんですよえ、ヒロさんの知ってるおっぱいって何か言うんすか？まあでもおっぱいオラオラ感ありますもんね。そういう意味では物言ってるよね。大きい人はそうじゃないですか。あ、おとなしい人いるじゃないですか。はい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 って、そう、はいはいっていう人。静かなおっぱいね。ってどっちですか、松本さん。僕はやっぱ女性をそういう風に見たくないね。卑怯。怒るぞ。なんかそういう。みんなに振っといて。あの、この話もうやそうか。うん。